はい、さあ始まりました、少量チャンネル第1回目です。第1回目、翔太に急に言われたんで何を話してるか全然わかんないんですけど、ネタは何ですか今日のネタは。何について。いや僕らあのまあ同性のカップル、夫婦です。中野くんなんですけど、パートナーシップやりました。わかんなくない、そんな。わかるでしょ。わかる。そう、2018年の9月、うん、8月甲府、違うわ、8月、うん、予約受付予約っていうのもおかしい話だけどね。そうそうそう。で、9月の6日から、うん、あのパートナーシップ先生ができるようになったんで、中野くんが、うん、で、まあその当日、うん、初日にね予約をして、うん、まあ先生をしたんですけれども、第1号かなと思いきや実は行ったら3組目だったというね。だってでも、みたいなね、一番最初に行ってさ、そうだけど予約開始日、俺が予約したんですけど、予約開始日の、うん、予約開始受付時間ちょうどに市役所に電話して、うんうんうん、そう予約を取ったらのにもかかわらず3組目だったという。何かね、裏があるのかな。いやでもその調べたんですよ、あの第1号が誰だったのかじゃないですけど、うん、まあネットで調べたら、うん、まあ、女性同士のカップル。あ、女性なんだ。そう、うん、方たちで結構、まあ年齢もまあ50代くらいのカップルみたいな感じだったんですけど、まあ、中野区でそういう、あ、なんていうの、同性婚、うん、パートナーシップを、うん、あのやりたいじゃないけど、うん、そういうのを結構積極的に進めてたのか、うん、あの区の役、うんうんうん、議員さんっていうの、うん、議員さん、ん、何、どういうこと、議員さんがその区のほら一人目なの、市議会議員みたいな、うん、なんかそういう方がいるみたいで、うんうんうん、その同性愛者の方が、うん、あ、と一緒に、そうなんだ、なかなかそういう活動されてた方が第1号みたいな、あーらしいですよね。たた仕方ないね。いやー、そりゃ仕方ないです。仕方ないよね。で、その画像っていうか、うん、を見たら、区長室っていうんですか、区長室で、ね、あの区長さんもいて、うん、なんかいろいろ区役所の方もいてみたいな感じで、応接間みたいなところで、うん、先生をする写真がアップされてたんですけれども、うん、まあ、うちらはね、うん、あの上の方のなんか会議室でそうしましたね。うん、なんか俺服装なんでもいいとか思ってたけど、なんかこの人がなんかシャツ一緒に揃えてみたいな感じで、何のためとか思ったりしたけど、それ大事じゃない。え、なんで。じゃあちゃんと、まあそういう節目の時ちゃんとした格好で挑まないとね、って思うじゃないですか。まあまあまあ、まあ、で、まあ それが9月にあって、9月の6日、うん、で、11月、結婚記念日だ、うん、11月4日披露宴を、吉祥寺行うと中野じゃないんかい本当だよね行うんですが、ここで、ここで、ここってどこですか、まあ、あの、ちょっと見てるところわかんないから、じゃあここ、ここ、あの、じゃあの、ここで俺に聞きたい、後ろ、木めっちゃあるけど、どこ？みたいな感じになってるから、井の頭公園です。井の頭公園にこんなところがあるのかっていう。え、井の頭公園ってこういうイメージじゃないの。え、だってみんなほら井の頭公園のあの、なんていうの、池、
ああ、そっか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 。あっちの方が多分有名だと思う。うん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 。そこからちょっと西園の方に、あのジブリ美術館の方の、うん、に向かう途中のベンチで、うん、お送りしてます。で、そう。だから、ここで俺から聞きたいことがあって。誰に？私に。りょうさんに。ほう。いやまあ一週一週間前あの披露宴を披露宴から一週間前一週間ちょっとあと少しでなりますが、ああまああと一週間ちょっとで披露宴だよっていうことが、あ、そうそう、ちょっと日本語がちょっとよくなんか抱負でも感想でもあれば聞かせてください。感想、うん、いやもう楽しみでしょうがないですよ、本当に。いろいろ準備してきて、うん、ね、うん、すごく楽しい披露宴になる、うん、予定なので、うん、ゲームして、ね、オープニング動画も井の頭公園で撮ったんです、うん、ね、そう、そう、それも近いうちまあ載せれればいいかなと思ってるんですけど、こっ恥ずかしいけど、うん、それだけ？え、まあまあ楽しみです、うん、なんかで披露宴のね翌日から新婚旅行じゃないけど、うん、あそう、うん、僕の実家がある熊本に行くので、ありがとうございます、楽しみですね。そうだね、なんかさ、そので、例えばさ去年の今頃虫が去年のさ今頃11月、去年の今頃、うん、10月の後半ってさ、うん、多分まだその中野区が、うん、あのなんていうのかな、パートナーシップ先生始めるってこともまだ知らされてなかったと思うの、去年の今頃って決まってなかったよね、決まってなかったし、うん、でそれが多分決まったのが多分年明けてからの1月2月だった気がするのね、うん、だからなんかそのこの1年でここまで持ってこれるとは思ってなかったし僕、うんうん、確かに、うん、だからなんかそれもいろいろ進んでるんだろうなと思って、だから最終的にはその何パートナーシップ先生とかいうそういう概念じゃなくて、うん、男女と同じぐらいの結婚っていう、うん、枠を戸籍とか、うん、そういうのを作ってほしい、作れる未来であってほしいなとか思ったりはする。確かにね、うん、そうですね、そう、うん、あのちょっと話変わるんだけど、うん、あのもう11月ですよ、年末調整の時期ですよ、うん、会社から年末調整のね、うん、あの書類を、うん、まあ今ハイテク化して携帯のアプリとかで、うん、その確定申告の、うん、まあ年末調整のあれができるんですけど、うんうん、そうやっぱりねそういうのやってるとね配偶者、ああそうだよね、そう、いますかいませんか、うん、まあ、パートナーシップ先生はしたんですけれども、うん、まあ、そこまでのねやっぱ効力はああ、うんうん、ないから配偶者なしってするとちょっとやっぱり、うん、まあでも複雑ではないけどね、そういうあ、うん、ちょっと残念だなみたいな、うんうんうん、ありますね。だからさ、その区のさ、あのその中野区に出す書類とかもさ、うん、配偶者ってなった時にさ、うんうん、じゃあはその中野区が定めてくれたパートナーシップだからそこに書いていいのかどうかみたいなさ、うんうんうん、もうなんか曖昧にしてる部分はあると思うよね、うんうん、まあ、これからなんじゃないかな、うんうん、でも中野区も始まったばっかりだからこれからまた変わっていくんじゃないかな、うんうんうん、わかんないけど、そうだね、うん、だからなんかで俺なんかやっぱりゲイの中でもさ、
そのパートナーシップ組んでる人って多分ゲイ人口からしたら少ない方じゃない、うん、正直めちゃくちゃ少ないよね。だからその自分たちの周りでパートナーシップ組んでる人がいないから、うん、なんかそういう話もあんまり聞けないし、うんうんうん、でも逆に言えばなんかこれからしたい人とかいたらね、うん、あそうだね、うん、言えるって、うんうん、そっかアドバイスできる、うん、まあ、そんな大した、うん、あれでもなし手続き的にはめちゃくちゃ簡単、うん、必要書類さえ集めて一緒に住んでれば先生できる。住所が一緒じゃないと。そう、住所一緒。住所が一緒もしくは一緒に住む予定じゃないとダメなんだもんね。ああそうだね、一緒に住む予定とか、あと中野区に住んでないとダメです。ああそうそう、結婚してるかどうかとか。ああそう、今なんかそれもいねえだろって思ういたらしねえだろみたいな思うけど。あと二十歳以上か。ああそうかも。そう、二十歳以上であってなきゃいけないとかもあったりして、うんうんうん、そうですね。ね、だから、ね、てか本当気持ちいい今日、天気良くて。まあ、っていう感じで、はい、第1回目、第1回目、少量チャンネル、まあ最初からそんなに長くないですが、うん、またいろんなことをつぶやいて発信できればいいなと思ってます。とりあえずはあれですよね、はい、今度披露宴あるから。そう、披露宴があるのでそれをの時の内容と、うん、あと新婚旅行、熊本旅行の旅行、ね、内容とかね、いろいろ送りできればいいかなと思います、うんうん、じゃあはい、というわけで、はい、気に入っていただければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただければよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ではまた。です。